眠たくて。眠たいんですか？うん。はい、こんにちは、カズボウです。まあ、にゃんこさんとずっとやってるんですけどね、今回も、まあ、横でツッコミ役してくださるようなんで。婚約、うん、婚約。はい、現実史になりました。きちんと杖を装備できたようですね。前回ね、杖装備できて、この現実史になりました。まだ全然やってないレベル1ですけどね。とてもよく似合っています。では、現実史としての一歩を踏み出すあなたに一つ務めを課したいと思います。年ほど近くに生息する魔物、スクウェリレル、レディバグ、そしてフォレストファンガーを3体ずつ討伐してください。かつて森の一部であった魔物たちは今、霊災の影響を受け、望まずして森を傷つけている。自然のためにこれらを沈めるのも現実史の務め。実際に魔力を放つことで現実を知ることもできましょう。さあ、お行きなさい、現実史カズボウ。リルドの一員としてあなたの役目を果たすんです。ね。これをやりながら他のクエストもやっていきますね。あれ、にゃんこさん生きてます？生きてますよ。今、ジャングルクルーズやってます。そう。ディズニー。前回のね、クエストの続きもやってるんで、子供たちに木製のおもちゃを渡すとかね、なんかそういうのもやってんですよ。だからそんなのをやりながら、にゃんこさんとどっか倒しに行くんであれば、まあ、現実史になったんで。OK です。任せてください。なんか攻撃もできるみたいですけどね。私、最近、現実史始めたんですよ。あ、そうなんですか？ええ。うん、なんで、全然まだ、同じです。頭の中は。行きましょう。はい。まあ、待ってくださいね。どこ行くんですか？これってベアティヌ先生から作ったおもちゃ。さて、ワイロってやつね。分かったらちゃんと練習するよ。だから練習させるために、木工師かな？木工師？うん、木工師の先生が、おもちゃを子供たちに渡してくださいっていうね、依頼があったんですよ。はあはあはあ。うん、それをやってて、前回そんなことをやりながら、進んでたんですけど。あ、園芸師とかちょっと顔出していいですか？あ、全然いいっすよ。な、どっちみち戦いに行くんですけど、クエストっていうかこれ。クエストでいいんですかこれ。クエストですね。うん、それを全部埋めていこうかなっていう感じなんですよね。で、足喋りながらやってればね。両手を振って、左上上右下。なんかコマンドが無敵になるのかこれ。こっちは右上上左下か。ああ、難しいな。ああ、踊ってんのか。ああ、スタートボタンを押してさ、なんか特殊コマンド入れたら無敵になるとかあるよ。かすかな方向、メープル材で作ったおもちゃですね。美しいです。はあ、はあ。ベアテヌ先生の真似だよ。先生のおもちゃで遊ぶ前に練習を終わらせなきゃ。ね、前回これやってもよかったんだけどさ、時間が30分過ぎちゃってさ、もうどこで切ればいいかわかんねえ状態だったね。ああ、ゲーム楽しいとね、ありますね。そうそう、切り時がわからなくて、お昼ご飯食べれないとか。そう、そうそうそう。はい。じゃあ次、川細工師ギルドちょっと顔出しますね。いらっしゃいませ。ここは川細工師ギルド。動物たちから川という、命を預かり、新しい命へと昇華させる職人たちの集う場所です。革細工師は主に防具製作に手掛けております。軽くて丈夫な防具は、特に格闘師や弓術師かなといった機動性を重視する職種の方に好まれているんですよ。革細工師になりたいんでしたら、我が革細工師ギルドに入門し、学ぶことをお勧めします。ギルド入門ご希望されますか？はい。さようですか。では、所定の手続きに入る前に、私、ランダルから、革細工師とギルドの歴史を簡単にご説明しましょう。国井森は自然な恵み豊かな土地、それよりグリダニアでは古くから狩猟が盛んで、同時に、獣革を加工する、皮革産業かな発展してきました。革を使うには、生き物の命をいただかねばなりません。無秩序な狩りは、国井森を司る精霊の教えより、建国当初から固く禁じられていました。グリダニアの漁師たちは、狩猟の許された獲物を取り合いが起こらぬよう、漁師たちの組合、漁師ギルドを発足させました。そして漁師ギルドから持たされる、これなんて読むのこれ、川に川って。川っていうの？嘘。川細工じゃないですかそれ。違う、川って川の縦の川と、ワニ川の川よ。皮っていう字2つあるんじゃないですか。皮膚の皮っていう字と、皮っていう字。皮のカバンの皮っていう字。え、ちょっと待って、気持ち悪い。袋。皮、うん。皮。それをググってください。平等に配分するため、皮
細工職人の組合が誕生した。これが革細工ギルドの始まりとなったのです。今でこそ冒険者からの革革の媒介も一般化し、本当に革革なんかこれ、革を使った製品は身近なものとなりましたが、一昔前は革そのものが大変な貴重なお品でした。多分これ火、これなんかなんだろうね、素材へのか、あ、比較、比較っていうの、比較、比較、比較っていうんだ、うん、比較なんて初めて知ったしね、そんなんね。革使ってる人たちってやっぱそういうの使うんだろうね。素材の感謝と理念としたグリダニアの革細工は丈夫で、整備しやすいという品質の高さと無駄のない加工方法を両立させ、エオルゼア随一のものとなったのです。現在我が革細工師ギルドに受け継がれる技術は、グリダニアの誇る一大革細工ブランドフェンイルにて遺憾なく発揮されています。無論フェンイルに品を卸せるのはごく一部の職人のみ、我がギルドの職人の多くはフェンイルの商品棚に製品を並べる日を夢見て日夜腕を磨いているのです。ふう、つい熱く語ってしまいましたね。いかがでしょう、カーザイクギルドの素晴らしさについてお分かりいただけたですか。ギルドこそ見かかれる、それは間違いありません。エオルゼアに名を馳せる革細工師を目指すおつもりでしたら、我が革細工師ギルドへ入門することをお勧めします。入門にあたっては私から手続きしましょう、ランダルに声かけてください。だって、はい、かけたはい、決まった。はい、かしこまりました。ではギルドマスターのケバ様をご紹介しましょう。ケバだって、ケバブみたいな、ケバブケバ様は革細工に並々ならぬ情熱を抱くお方。あのフェンイルにも数多くの品を出し、エオルザ中の彼女のファンがいるのです。もちろん革細工師としての腕も超一流。彼女の設計した型紙は無駄がない、少ないことで有名で、ケバパターンとして知られているのです。我が革細工師ギルドに入門するには、ギルドマスターであるケバ様に認めていただけなければなりません。さあ、作業室に向かい、その意思をお伝えください。無事お祈りしていますよ。ケバブ食べたいですね。ケバブ食べたいですね。昼ごはんにケバブ食べようかな。うん、入門希望者ね。受付のランダルから聞いてると思うけど、革細工師の仕事は命を扱うもの。その責任は果てしなく重いわ。エオルゼアに名をなす革細工師ギルドの一員となるってことは、代々うちの革細工師が背負ってきた責任を受け継ぐってこと。言っておくけど、指導は容赦しないわよ。途中で逃げ出すようならそうね。革をひんむいてチョコボの革にでもしてやるわ。革かな。あんた本当にうちのギルドでやっていく覚悟あるの？今ならまだチョコボのこれ何、これ革編に安い、え、今度あの革、あの比較の角の方あったじゃないですか。あ、なんだっけ、ムチとかそんな感じじゃないですか。ムチに、ムチじゃねえよな多分。チョコボの何にするのは待ってあげるわよ。そう、覚悟は決めてたってことね。いいわ、革細工師ギルドの入門を認めてあげる。とはいえ今のあなたはズブの砂、砂か、教えるための準備さらできてないって状態よ。まずはこのウェザードヘッドナイフをあげるから、きちんと装備して革細工師らしくなってごらんなさい。ナイフを装備すれば誰だって革細工師になれるわ。けどね、うちの革細工師を名乗っていいのは私が認めたやつだけよ。装備できたら私に声をかけなさい。あんたが口先だけじゃないか確かめてもらうわね。いやー、もういっぱいあるね本当にね。めちゃくちゃありますよ。でもやっといて正解ですよねこれ。それは果たしてどうかな。いや正解だな。あれ、これなんだ、あれ、あ、なってるね、革細工師。ちゃんとナイフを装備したよね。ナイフは革細工師にとってなくちゃならない道具、くれぐれも大切に扱いなさい。それじゃあ道具も装備したことだし、早速だけどあんたの腕を確かめさせてもらおうかしら。レザーを1枚作ってごらんなさい。レザーの素材は柔らかい、そう、荒川、荒川だ。荒川で合ってるんですかね。多分合ってる。いつも荒川って呼んでる。荒川だと思う。そうって呼んじゃった。そうだね。もうね、振ってほしいよね、これね。あ、先に教えておくけど、柔らかな荒川はギルドの受付の横にいるオスギスから売ってるから彼女から購入できるわ。それから制作にはシャードも必要よ。今回ならアイスシャードね。これも忘れずに調達しておくのよ。これだけ説明したんだから、素材が見つからなくて作れませんなんて言って泣きつかないでこないでね。誰かみたいだね。はい、それじゃあ頑張って、あなたがどんなレザーを作ってくるのか、まあ、期待しないで待ってるわ。でもできるんじゃねえのこれ。レザー。荒川、荒川、荒。あ、間違えた。あ、じゃあ。はい、できた。新米の革細工師。あれ違うね。これだ。レザーを1枚作ってごらんなさい。作った、作った、作った。はい。
いや、いいね、進むね。今度これレベル上げて、レベル上がるときにまた配信すればいいんだね。ふんへい、これがあんたの作ったレザーね。まあ悪くはないんだけど、処理も荒いし、なめし側も不十分だし、使える部分を見つける方が大変なくらい。でも、カズボ、あんた革細工の才能あるわよ。それはもうこのレザーの使える部分と同じくらいには、あら、一応褒めているのよ。ちゃんと一枚の命と向き合ってものを作り上げた。うちの革細工師の精神分かってはいるみたいね。場合によっちゃ今からでも叩き出そうと思ってたけど、真面目にものを作る気はあるみたいだし、指導はしてあげるからうちの革細工として頑張んなさい。いろんな、あんた練習までつけはないよ。そのナイフを使ってしばらく自分で鍛錬してきなさい。1から10まで言われなくたってあんたならできるでしょ。もう少し腕を上げたらまた顔を出しなさい。使いっ走りくらいならさせてやらないでもないわ。まあレベル5まで上げたらまた何かあったりとかね。するから他のクエスト、園芸師もあったんだよ。ありますよね、ここ園芸師。園芸もありますね、ここは。まあちょっと待って、いろいろあるから、まあ全部顔出すんだけど、左側あるね。あとエーテライトも触れてないしね、全部。これは触れてんだ。操術師、上にあんだ。あんだよ、操術師とかよ。まあいいや。とりあえず、ここのクエストを受けて、パルセモントレだったよね。冒険者の割に暇そうな顔しておるな。よかろう。ならば、このわしが直々に仕事をくれてやる。これ見ろ、ここに、一つ隊から注文書がある。お前さんの仕事はな、注文された品を調達して、依頼人のセイングレードに届けることじゃ。頼まれた品は3つ。骨製の、骨製の、穂先？密漁の捕獲油かな。丈夫な荒縄じゃ。どれもこの商店街の中で揃えることができる品じゃ。店員はわしの使いだと伝えれば品を受け取れよう。お前さんも仕事にありつけてわしの肩を荷が下りるとくれば、一挙両得。まさに互いを利を得る良い取引の見本じゃろ。うむ、さすがわし、それきびきびに働いてくるがよい。ああ、大変だね。お使いだね。初めてのお使いだね。よっしゃ、やるぞ。いらっしゃいませ、冒険者さん。本日は何をお求めでしょう。おや、パルセモントレさんのお使いでしたか。密漁の捕獲油はこちらにご用意しております。はい、密漁の捕獲油と、これは、まだ準備中だぞ。骨製の穂先か。はい、もう全部自分の動画は大体もう収録していこうかなと。どこで撮ったんですかとかなったら嫌なんで、探してくださいって言ったら多分どっかにあるんでね。ああ、丈夫な穴だね。よっしゃ。で、これを上にいる人に渡して、何？なんだっけ、槍？槍とかもここできんだじゃん。で、ここのエーテライト触れて、グリダニアなんか自分あんままじまじと回ってないから。で、ここに、まあ全部触れればいいんでしょうけどね。いいね、着々と進んでるってのはいいよね。よっしゃ。ああ、大変だ。ここも受けよう。はい、セイングレード。なんだ貴様、パルセモントレ殿からの届け物だと？おお、これはなるほど。確かに依頼していたもの物品だ。急な依頼であったにもかかわらず、こうも素早く品を整えるとは、つくづくかのおじには頭が上がらぬ。配達ご苦労だった。貴様もパルセモントレ殿の手腕を見習い、精進したまえよ。まあ、持ってきてもらって何を言うかで。どう思います、にゃんこさん。聞いてなかった。 おい、お前、新人の冒険者だな。ちょうどいいところに来た。近頃、夜な夜な、槍術師ギルドの床下に侵入し、柱をかじる魔物、スクウェーレルを6匹ほど討伐してもらいたい。幸い、深刻な事態には至っていない。故に、一つ隊や、親友隊の手を煩わせるほどのことでもないのでな。逆に言えば、この程度の仕事もこなせない冒険者なら、グリダニアでやっていけないだろうよ。まあ、やっていけなくなった冒険者と、まあ、その話はいいか。スクウェーレルは普段は中央森林に生息している。討伐を得たら戻ってこい。お前がまともな冒険者であることを願っているよ。こんなん全部やりたいんだけどさ。はい、次。あ、ここ掃除しきるとは、長江長、なんだあれ、塚長塚の獲物を華麗に
操る槍術の使い手が集い、互いに鍛錬を積む場所です。もしも槍術師になりたいんでしたら、我がギルドに所属し、指導を受けることをお勧めします。槍術師ギルドに入門を希望されますか？まあ、剣術師もやってねえのにまだね。かしこまりました。では、我が槍術師ギルドについて簡単にご紹介いたしましょう。槍は武器であると同時に狩りの道具でもある。狩猟が盛んな国威森ではグリダニア建国以来以前から、槍術が身近なものであったと伝えられています。特に槍を主武器とするレンジャー部隊、一つ隊の部名が轟くようになると、各地より腕試しをすべく、豪傑が集うようになったそうです。そうしてエロゼア中の槍術の技がここグリダニアで相対し、やがて融合していったのです。特に100年ほど前、元一つ隊隊長のミスタルにより、道場として槍術師ギルドが開かれたことで、槍術の体系化が加速しました。槍術を継承と発展するため、グリダニア内外から門下生を集う伝統は今現在まで受け継がれています。いかがでしょう？はい、わかった。指導を受けるというでしょう。入門にあたって私から手続きを紹介いたします。心が決まりましたら、改めて声をかけてください。決まりましたと。ね。そうおっしゃると思っていました。では早速、ギルドマスター、ウェイン様をご紹介しましょう。ウェイン様は、槍術師ギルドを取りまとめている方、彼にあなた自らの入門の意思をお伝えください。はい、奥の稽古場にいますと。言いづれな、これ、イエウィンって。イエイガー。違う、それ、あれ、巨人ね。要冒険者、槍術師ギルドの入門希望者だな。ふん、他の術について少しはかじってるみてえだが、そんなひょろちいなりじゃ、まだ鍛錬が足りねえな。槍術を学びに来たんだろ。なら、ギルドマスターのこの俺が改めて槍術とこのギルド信念について説明してやろう。戦い方は数あれど、槍術ほど攻めを意識した技はない。槍術はどんな相手だろうと常に安定を攻め、着実に追い込むことができる。熟練した槍術者師となれば、流れるような槍さばきで技をつなげ、強烈な連撃を繰り出すことができるだろう。その堅実さを維持するために、槍術師は鎧選びにも慎重だ。頑丈さと動きやすさを兼ね備えた、鎧鎖、なんだこれ、なんだ鎖片びらみたいなやつだ。好むのも攻めを貫く姿勢を表れと言える。槍術師に求められるのは至って単純明快。その攻撃で敵をどれだけ突き崩せるかってことだ。良くも悪くも槍は扱いやすい武器だ。振り回すだけでそれなりの戦力になるため、練度の低い兵にも扱いやすく、エオルザ各所で主戦力として用いられてきた。だが、付け焼き場の槍術に志願兵は不利な状況になるとたちまち恐れをののき逃げ出してしまう。槍術の進化を発揮するためには勇気が必要だ。故に初代ギルドマスターは槍術ギルドの勇気を教えるギルドと定めた。このギルドで実践を通じて勇気を学び取ったとき、お前は真の槍術の力を引き出せるようになるだろう。どうだ、お前はこのギルドで槍術を極める覚悟があるか？はい。よく言った。お前が槍術師の名を背負うことを認めてやる。そしてようこそ槍術師ギルドへ歓迎するぜ。改めて槍術師ギルドマスターイウェインだ。よろしくな。お前の討伐手帳に槍術の鍛錬を素晴らしい相手を記した項を加えてやろう。めでたく槍術師ギルドの一員となったお前にこのウェザードスピアをくれてやる。早速そいつを装備してみな。槍を装備し槍術師になったら俺に声をかけるんだ。正しく装備できたかどうか確認してやろう、ね、まあいつも通りだけどね。もう全部解放していつの間にこんなレベル上がったんだ状態になるから、おそらくレベルアップ、はい、お槍術師めちゃくちゃありますね。ありますね。槍を装備できたみたいだな。ほう、なかなか様になってるじゃねえか。腕が鳴ってしょうがねえって様子だな。そう焦るな。まずは腕試しからだ。都市を出てすぐのところにいる魔物相手に槍を振るってこい。槍の間合いや重さに体に叩き込むんだ。そうだな。まあね、3体ずつ倒せってことだよね。よし次行きますやばいっしょやるんだよこの男はやるときはやりますね。なんか気になりません？めっちゃ気になりますよ。ファイナルファンタジーやり始めると。だから、そうですね、気になりすぎて、睡眠不足とかあるんじゃないですか？あの最新パッチまで来ちゃうと。ああ、まだバージョン1みたいな感じですよね。そう。でもバージョン1でも全然楽しいですよ。エンゲージギルドのとこに行かない。うわ、いっぱいあんな。エンゲージギルドの、ここに、もうちょっとで。うわ、弓とかもあんじゃん。ある？今回そこまでできないよね。次回回した方がいいな、これじゃあ。じゃあ、槍と、剣術師を、自分、
今回終わらせたいんで、はい、外どうなんだこれ、マーケットから近いんかな、外に出るのって。ってフルライトプラザが一番、あ、どうなんですかね、ブルガリアしょっちゅう行ってるけど、わかんないですよね、そこからちゃんと外出るって。ヤンコさん、どこにいいですか、グリタニアいいですか。ヤンコはもうグリタニアじゃなくて、あのちょっとあの炎のモンスター彼にお外出てる。ああ、え、これ外って どっかわかります。ただ悲しい、中央シーンに行けばいいか。どこに行くんですか。いや、外であの普通に買って、え、これなんか出れるのかな。いつか出れる。いつかきっと出れるよねってなる。きっときっと出れるよね。え、出れない。あ、そこから出られないですよ、まだ。どこから出るんですか、してないんだから。新市街から出るんじゃないですか。あれ、旧市街がダメで。あ、新市街と旧市街どっちか。とりあえず敵を3匹ずつ買ってくるんですけど。旧市街から出るのかな。このエーテライトで触ったっけ。あ、旧市街の中央森林からだ。中央森林だったらもう出れますね、すぐ。あ、あの右側か、これだ。操縦士の右から出れるってこと。自分エーテルライトプラザから出る気満々で、さっきそこ行ったんですけど。あ、時間的に尺がやばいんで。どこ行ったの。いや、わかんないです。外出れって言われて、ここ、ここ船だね。え、どこですか。外でかとわかんないですけど。今エーテルライトプラザあるじゃん、あでっかいやつ、一番上のやつ。そこから出るよ。さっきそこ行ったんですけど。え、そこの上ですか、もしかして。うん、下かな。え、ここわかんないですよね。こっちいきなり来て。いた？うん、こっち。ああ、いた。はい、こっち。ああ、まだいっぱいなんかクエストあるんすよ。ここ半分以下いますよ。眠いっすか、にゃんこさん。いや、そろそろいい時間なんで、この後自分多分あと1本撮って今日は終わろうかなと。まあ今日っていうか、動画はその日には全部出せないでしょうけど、やってしまった方がいいかなっていうの。多分今回結構もう時間来ちゃってるんで、モンスター倒して、とりあえず倒せるものを全部倒して、あ、これだ、スクエーレルを6匹とか、あとレディバグからなんか取れだとかなんかいい。お、皮がたくさん入ってきた。嬉しい。ああ、一気に進んだ。フォレストファンガーだって。レディバグ、なんだろう、トレントザプリンだって。トレントザプリン、あー、木のお化け。え、でもこれ大丈夫ですか。経験値入ってますか。入ってない。もったいないですよ。え、なんで入んないの。自分倒してんのに。パーティー、え、もしかしてにゃんこさん倒しちゃってる。自分とども一回も刺してないんですけど。あー、刺して刺してください。パーティーね、抜けない。え、なんで強くなんねんだろうってずっと思った。多分レベルが高い人がいるからかな、よくわかんないんだけど。まあフルボッコされない限り、じゃあ後ろから見てるね。ああ、バカスコ上がる。ででででん、あとはちょっと待って、フォレストファンガーだけど、なんだっけ、あれ、電撃士
ストーン。あ、あれ？了解です。あれですか？それで、あれですよ。あれ？なんで自分、ん？あれ、なんで敵狙ってやらないと死んじゃいますよ。いや、狙ってんだけど、なんか、炎症できなくなっちゃうんだけど。攻撃を受けてるから。ああ、そういうことか。あ、なんで。いや、これ倒してくれれば、経験値上げますよ。あ、さっきパーティー組んでたからダメだった。ねにゃんこに何かくれたね。自分が攻撃したら倒してくれてるとちょっと嬉しいかな。ああ、いいですよ。まあ本来それがあれですけどね。あ、ちょ攻撃してからの方がいいですけど。できれば。一発も入れてないんですよ。え、これは？これは？これ、この子。これ。あれ、なんでキャンセルされちゃうの？え、足キャンセルされないかと思って。あ、バトル中だ。あれ、にゃんこさんどこ？こっち戦ってるんですけど。よっしゃ、進んだ。あとは、あ、奥だ。あ、いた。フォレストファンガエアロボだ。いやー、間違えてキャラ打っちゃった。ね、このフォレストハンガーを槍でも倒さなくちゃいけないんですよ。ああ、大変だ。これでまず幻術師は終わり。倒して。なんかたくさん来た。よし、やり。あ、これ、あれ？あ、いた。パルスラストだった。あれですか、それ。よし、創術師ギルドをとりあえずここをやってこれだね。スクエリルを討伐したことはご苦労だったな。お前が使える冒険者に何よりだ。うん、ろくに仕事をこなせない冒険者はどうなるのかって。それは当然都市には居場所はないからな。都市を去った者が行き着く先といえば、まあそのうちわかるさ。すげえな、これも。レベル上がった。いや、これで、あとはこの人だ。はいはい。よし、戻ったな。どうだ？操術でももう少しはつかめたか？敵との戦いの経験を積めば技の威力は上がるだろう。だが、最初に言ったように操術の真の力を引き出すには、このギルドで勇気を知る必要がある。わかってる顔だな。なかなか見どころがありそうじゃねえか。まずはその調子で操術の体を教え込め。十分に腕を上げたらいよいよ勇気を教えてやる。はい。掃除し、カズボフルボッコ、一層強くなったお前に会える時を楽しみに待ってるぜ。はい。またこれは、今度、やろう。まあ、5になったから受けれっけど。受けていいか。
よう来たな。そろそろ勇気を学ぶ試練に挑戦してもいい頃合いだ。早いな。以前、槍術の進化を引き出すには、勇気を鍛える必要があると教えたな。ただ、闇雲に勇気を口にしろってことじゃねえぞ。勇気とはある二つの心からなる。今回、その二つの心の意味を、試練を通じてお前に叩き込んでやろう。一つ目は、乱されぬ心だ。強敵や複数の敵に囲まれたとき、人は慌て混乱し、心が乱れてしまう。そんな状態では、槍術の力を引き出すことはできない。お前に課すのは、そんな状況でも心を乱されることなく、正しく槍を放つための勇気を得る試練だ。リバーバンクヤーゾンという魔物が、中央森林の川辺に作っている。漁師を襲うこともある好戦的な魔物だ。奴らは縄張りに入り込んだ獲物に複数匹で襲いかかり、体力を絶って勤める習性を持つ。中央森林に向かい、奴らの巣にこの不快な匂いの虫団子を仕掛けてくるんだ。奴らがたちまち襲いかかってくるだろう。一匹ならば恐るに足らぬ魔物かもしれん。だが二匹が同時に襲ってきたら、再起、乱されぬ心で奴らを打ち倒してこい。あ、またこれは今度やろう。行った時槍でもやればいいや、それはね。あと、幻術師か。幻術師。うん。頑張ってください。いや、もう終わったんすよ。はい。現実史で、あとは報告すればいいだけで、はい、で次回が、なんだっけ、演芸史と、あとなんだっけ、弓がなんかあるみたいだから、それを やれば、一通りもう終わりかな。うん、早いっしょ。早いですね、うん。結構飛ばしてますからね。ご苦労様です。ヒーローの注意は集まりましたか？これレディバグね。はい。ね、ありがとうございます。これで儀式に必要な量が整いました。心ある冒険者をお仕えしてくださったこと、森の精霊に感謝を。ささやかですが、お礼を受け取りください。ね、これで経験値もらえるからね。はい、レベル5になった。早いでしょ。お帰りなさい、カズボウ。無事、務めを果たしたようですね。それはあなたが一人の幻術師として自然を見、知ることができたということ。あなたは幻術としての第一歩を踏み出したのです。癒し、加護、時には破壊。幻術においてそれらの根本は総じて等しい。それは私たちを取り巻き、構成するのも理解し、それぞれの持つ力を借りることで、術師の望むありさまを作り出すということ。ふう、こう解くと皆そのような表情をするものです。大丈夫、今すべてを理解する必要はありません。まずは一人の幻術師として、あなたを取り巻くのにも触れることから始めましょうか。さあ、目を開けなさい。大きく息を吸いなさい。あまねく無数の生命を感じなさい。杖を取り、あなたの魔力を紡ぐのです。防ぐのです。現実としての自然を感じることに慣れた頃、再びこのギルドを訪れなさい。お待ちしてますよ、ということで。はい。まあ、とりあえず受けて終わろう。よく来ましたね、カズボ。現実を使うことには慣れましたか？これからあなたは現実の奥深さを一つずつ学んでいくことになります。まずは現実の処方である土について知っていただきましょう。北部森林の、精霊の幼木に向かい、同志ノラネルに教えを乞いなさい。彼は土の精霊と交流することを得意としています。そして同時に良き指導者でもある。あなたが土を学ぶにあたり、最もふさわしい課題を与えてくれることでしょう。はい。ということで、今回ここまでですね。にゃんこさん、お付き合いいただきありがとうございます。うん、またなんかあと他のクエストあるんで、そこ次回やりますね。オッケー。はい。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォロー流してあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。